今日はユニクロのストレートジーンズをご紹介&ストレートデニムの履きこなし方っていうところをご紹介していきます。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちらのユニクロのデニムを買ってきたので、こちらのですねご紹介&結構最近だとスキニーパンツであったりとか、あとは細身のパンツ、スリムストレートとかテーパードが入ってるパンツだったりとか、あとは逆にワイドパンツ、こうちょっとバルーンがかってるものだったりとか履かれてる方が多いと思うんですが、僕結構ねこのストレートタイプ、この今ね着用しているリーバイスの501とかもそうなんですけど、ストンとまっすぐ下に落ちているタイプ、もしくは少しテーパードが入ってるけど太身のタイプのパンツが結構ね最近好きなので、こちらの履き方であったりとかそういったところをねちょっとご紹介していきたいと思います。トレンドでは全くないと思うんですが、結構最近だとアメカジであったりとか男臭いファッションなんかが好きなので、このねユニクロのパンツに関してもちょっとセルビッチの加工になってたりとか、なんかすごくいいっていう噂を聞いたので、こちらもねチェックしていきたいと思います。はい、っていう感じでね、ちょっと先に商品紹介サクッとしちゃいますね。こちらに関しましては、ユニクロのセルビッチレギュラーフィットジーンズ。価格は税抜きで3990円なんですが、なんかね、セールかかってて2990円で購入できたんで、ラッキーと思ってこちらを購入してきました。で、素材に関しましては、綿 100%。で、オンスに関しましては13オンスで、結構しっかりとした厚みもありますし、セルビッチデニムを使用しているっていう感じでね、結構本格的なデニムになっています。触った感じもね、全然安っぽさだったりとか、ないし、やっぱユニクロってすげえなって思いましたね。変なそのセレクトショップオリジナルのストレートパンツなんかよりも全然僕はいいと思います。でね、なんかこれ試着したんですよ。でなおかつねちょっと裾上げもしたんですが、シルエットのところなんですけど、やっぱりねちょっとだけテーパードが入ってるような感じでしたね。やっぱ裾にかけてちょっとずつ細くなってるような形なので、こうストンと綺麗にまっすぐ落ちてるような形ではないので、今っぽいストレートデニムっていうのかな、そういう風な形だなっていう風に思いました。現行で売ってるリーバイスだったりとか、そういったものに近いかなと思います。はい。でね、ユニクロだと僕ね大体スキニーパンツだったり何だったりとか買うとき裾上げしないんですけども、唯一そのストレートのパンツ、特にデニムとかだと裾上げします。リーバイスの501もね裾上げして、ちょっと今ロールアップしてるんでね、部屋着感満載な出なしなんかも履いてるんですけども、しっかりと裾を直します。なんでかって言った時に、やっぱ溜まり具合だったりとか、そういったところがねストレートデニムすごくね大切なところだと思うので、ちょっとね切れ端もらってきたんですけども、僕がこう購入したのは32インチ、スキニーはねだいたい28とか履くんで4インチくらいアップさせて、で、ね、まだねこれリジットの状態なんでバリバリなんですけども、多分洗った時にちょっと縮むので32インチを購入しました。このリーバイスに関しては確か33インチとかでね結構大きめを履きます。で裾上げはもう何センチか分かんないんですけど、こんくらい。僕は身長175センチの63キロなんですが、まあこんくらいがね調子いいかなっていう感じで裾上げさせてもらいました。今後ねちょっと洗った際にね縮み具合であったりとか色落ちの変化なんかもねお伝えできればと思います。リーバイスに関しましては夏前くらいにこれ購入してね、そこから色落ちだったりとかちょこちょこしてるんですけど、まだ多分映像で伝わるほどのね色落ちだったりとかないんで、まだ動画にしてないんですが、ちょっと色は変わってきてる。そんな感じでねこちらもしっかりと履いていきたいと思います。やっぱねパンツもいっぱい持ってるんでね、着回ししていく上でなかなかねこう毎日履き込んでやるっていうのは難しいんですけども、しっかりとねそこもお伝えできればなっていう風に思ってるんですが、まずねもう早速ね着回しちょっとしていきたいと思います。やっぱストレートデニムってトレンドでは全くないと思いますし、スリムストレートとかスキニーとかワイドパンツとかの方がトレンドっぽい感じではあると思うんですが、まあ、ストレートデニムでねちょっとアメカジ風であったりとか、あとはスタンダードな感じでどう使うかであったりとか、そういったところを伝えていきたいと思いますので、4つくらいちょっとパターン別でやっていきますので、よろしくお願いします。じゃあまず1個目、はい、ということでね1個目行く前にしっかり着用してどんな感じか伝えようと思いまして切り替えました。こんな感じ、今ね普通に靴下の上に履いてるんですけども、裾上げしてこんな感じですね。32インチ、175センチ63キロでこんな感じです。でね本当はねもうちょっと短くしたかったんですけども、洗ったら多分ちょっと縮むので、こんな感じで最初は履いていきます。で多分こういう風にさっきの501みたいな感じで一回折り返して、今のレングスだといい感じにしたので、あそうですねこんな感じです。でやっぱ32インチだとウエスト結構緩いので、しっかりとベルトを、僕ねベルト全然持ってないんで、いつもこの HTC のナローベルトを使ってます。こんな感じで履いてますね。やっぱりね13オンスあるんで結構生地もしっかりしてますし、ある程度の重みなんかもあります、まあ、それがねデニムのいいとこだと思いますので、あとはセルビッチのところもね折り返すと違って見せることもできますよね。まあワンアクセントじゃないですけども、赤い耳がちらっと見えてかっこいいですよね。はい、
そんな感じです、まあ、多分ねリーバイスのさっき履いてた501なんかよりもちょっと細身に透明で見ると分かると思うんですが、下に向けて少しテーパードが入っているので、まあ、さっきのものよりも綺麗なシルエットって言ったらいいのかな、そんな感じになっています。という感じでこれをねまず一つ目着回しに関しましては、ストレートパンツに馴染みがない方でも着用しやすいようなコーディネートをちょっと提案しますね。はい、こんな感じで白シャツですね。まず一つ目、もう定番のアイテムだと思うんですけども、結構生地の薄めのシャツ、コットンシャツなんかよりもこういう風なオックスフォード生地、これもユニクロなんですけども、ちょっと厚手のものなんかを合わせると男臭いというかワーク感が出ると思います。で、足元は今スニーカーなんですけども、スニーカーで合わせてねやってしまうと、僕今髪の毛が長いんでバランスある程度取れるんですけども、これだとねちょっとカジュアルすぎる、もっと男臭くワーク感のあるようにしたいって時には、 A few moments later、 かぶり物とかは頭の方に持ってきてハンチングとかでこういう風にやってあげるだけで少し雰囲気が出ると思います。なんで僕みたいにロン毛とかじゃない、その単発でね今時っぽい髪型してる方がこういう風なスニーカーにストレートデニムに白シャツってやっちゃうとちょっとね若すぎちゃうと思うので、まあ、ちょっとかぶり物とか、あとはねどうしてもかぶり物したくない時なんかスニーカーよりもブーツとかワークブーツであったりとかアメリカンなねものこの前買ったんですけど、こういう風なレザーブーツなんかを合わせるとちょうどねバランスが取れるかなと思います。シンプルだからこそそのバランスの取り方が難しいっていう風なところもあるので、こういうストレートデニムはもっとねサイズ太く合わせてしまえば別にスニーカーとあと髪型なんでも合うかなとは思うんですが、僕はねちょっとだけ太めのストレートパンツが好きなのでこういう感じで合わせてみました。なのでバランス取りづらい人は男臭い被り物、ハンチングとかキャップとかだとちょっとねカジュアル感出すぎちゃうと思うので、この他だと7 hours later. その他だとまあこんな感じ、ちょっと今オレンジなんでちょっとビビッとではあるんですけど、黒でも全然いいんですが、ニット帽とか合わせてあげるとかだとちょっと収まりが落ち着くかなっていうふうに思います。今ねオレンジなんで落ち着いちゃねえだろうって話もあると思うんですが、特にこのニット帽なんですけども、ここが浅いものの方が僕はいいかなっていうふうに思います。ここがねちょっと長すぎるものであったりとかビーニータイプっていうよりも、この折り返しがあって高さの低いものなんかを合わせると、こういうふうな白シャツストレートデニムでスニーカーなんかをね合わせた時にバランスが取りやすいかと思います。髪型であったりとかヒゲであったりとかそういったところでね左右されちゃう部分だと思いますので、まあ、こういう風な小物使いでねちょっとストレートデニムを楽しむのもありだと思います。あとシャツはさっきも言ったんですけど、オックスフォードみたいなちょっと生地の厚めで少しゆったりしてるものを合わせてあげた方がいいと思います。はい、っていう感じでちょっと2つ目いきますね。はい、2つ目はこちらパーカーですね。今ちょっと古着でね誕生日でもらったハーレーダビッドソンの可愛いパーカーの方着てるんですけども、この別にね古着のパーカーじゃなくても全然いいと思います。普通にね既製品のグレーのものでもいいし、ユニクロとかでもね全然いいと思うんですけども、まあ、サイズ感のところですね、ちょっとゆったりめを合わせてあげるってところがいいかなと思います。タイトすぎてしまうとやっぱ若さの方がすごく出ますし、カジュアルアイテムの定番だと思うんですよパーカーって。なんで足元はやっぱブーツだったりとかスニーカーとか合わせるんであれば、お持ちであれば古着系のちょっとくすんだものとかそういったものを合わせてあげて、ちょっとねカジュアル感を消すじゃないんですけど、いい具合に雰囲気のあるカジュアル感の方に持っていってあげた方がいいと思います。なのでね今回は古着のちょっとくすんだチャコールカラーみたいなものを合わせたんですけども、もちろん既製品のねグレーとか、まあ、新品のものでもいいんですけど、そういった時には足元ブーツもしくはちょっと雰囲気のあるスニーカーっていうものがいいと思います。なのでねハイテクのスニーカーとか合わせちゃうと本当にねめちゃめちゃカジュアルで、僕はね絶対履かないのでそんな感じがいいかなと思います。あとは髪型とかヒゲでね若くなっちゃうとかそういうのがあったら、さっきみたいに被り物そういったところで結構頼るのがいいかなと思います。このスタイルだったらねキャップとか合わせてもいいんですが、キャップもなるべくね黒であったりとかちょっと落ち着いたものでロゴくらいしか入ってないよくらいのもので合わせてあげた方がいいかなっていうふうに思います。はい、っていう感じで、ね、2個目はパーカー、もうパーカーは定番ですよね。サイズちっちゃすぎるとねすごくバランス悪いんで気をつけてください。はい、っていう感じで3つ目いきます。ねんねんころりこんころり、鬼が来ようとコンコロリ、こんばんは、アニョハセヨ、川島孝博のアテレコ役の M です。みんなが帰った後に一人で録音しております。私を最後まで残してくださってありがとう。レザージャケットとブーツはとても男らしくてお似合いでございます。デニム以外をモノトーンで揃えることで男臭さの中にスタイリッシュさが溢れ出てきていますね。
ブーツとの相性は抜群でございます。髪型はロングでなくても全然似合うと思います。それでも気になる方はハンチングやニット帽など男らしくかぶれるものをおすすめいたします。このデニムどこのだと思う？って聞いてくるんですけど全くわかりません。コンコロリ、確かにレザークロスキニーも定番ですが、ストレートデニムに変えるだけで雰囲気がかなり変わりますね。それでは4つ目いってみましょう。4つ目はこんな感じです。音声の切れた時間が長すぎたせいでアテレコ部分がくっそ長いです。楽しかった、夢見心地でございます。4つ目のコーデはアウター、パタゴニアのレトロ X と合わせて冬仕様のコーディネートを組んでいますね。冬は寒いので布団にコンコロリしたくなっちゃいますね。もちろんストレートデニムもコートと合わせることは可能なのですが、短めのアウターの方が気軽に簡単にスタイリングすることができます。ポイントはシンプルに着こなすこと。上はダボッと着ると夢見心地でございます。ということで今回は4種類ほどストレートデニムの着回し方をご紹介させていただきました。やっとこの長いアテレコも終わる、そう思うと夢見心地でございます。エンディングの BGM と私の声が全く合っていないのは気にせずにいてください。なおこの声はマネージャーとは一切関係しておらず、 M が担当しております。人間の心なんてガラス細工みたいに脆くて弱いんだから。そんな感じで今回の動画はユニクロのセルビッチストレートデニムのご紹介とストレートデニムの着回し方のご紹介になりました。皆様の参考になればと思います。今回の動画が良かったと思ったら高評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。コンコロリ。